ユナイテッド航空328便エンジン事故は2021年2月20日にコロラド州デンバー国際空港付近で発生した航空事故。同便は2月20日13時4分にデンバー国際空港からダニエル・ケイ・の上国際空港へ向けて離陸し、直後に2機あるエンジンの内右側の1機が故障した後同空港に緊急着陸した。この故障で エンジンの部品や瓦礫が落下し、個人の家や地上に駐車していた車両に重大な損傷を与えたものの、航空機内の乗員、乗客、及び地上の人間に負傷などは報告されていない。ユナイテッド航空328便のインシデント時の飛行経路ユナイテッド航空328便は、現地時間13時4分、デンバー国際空港の滑走路25から離陸した。 離陸から4分後、1万3000フィートを上昇中に、右側の2番エンジンが故障し、コロラド州、ブルームフィールドの近所で、エンジンカウルの取り付け部など一部が崩壊して脱落し、地面に落下した。機内や地上にいた、誰にも怪我はなかったが、故障に伴い脱落した破片は、ボディフェアリングに穴を開けた。飛行経路であったコロラド州、 ブルームフィールドのコモンズパーク郊外とその周辺地域、少なくとも1マイルの幅に部品や破片が落下した。エンジンカーリングなど部品や破片が落下する様子はスマートフォンのカメラや車載カメラを使用した目撃者によって記録された。落下した瓦礫も個人の家の屋根に落下したり、地面に駐車していた車両に重大な損傷を与えたりした。事故発生後、 パイロットは命令を宣言し、空港に引き返すために航空交通管制に左旋回を要求した。その後、同期は現地時間13時28分、滑走路26に無事着陸した。総飛行時間は24分であった。引き返した UA328 便の乗客には、保証として UA3025 便に振り替えが行われ、事故から数時間後に、 デンバーからホノルルに向け出発した。なお、UA3025 便は、ボーイングの生産ラインで事故機、N772UA の直後に生産された、別のボーイング777、N773UA によって運航された。B777 から200の左に装着された、PW4074 が、ファンのドアを開けメンテナンスを受けている。 エンジン前面の丸いカウリングが UA328 から脱落したエンジン前面インデッドカウリング事故機である N772UA は1995年9月にユナイテッド航空に引き渡されたボーイング777から200型機である。事故時点の起動しは約26年であった。エンジンは ブラッドホイット 2PW4000 ターボファンシリーズの PW4077 が搭載されていた。事故当日、当該機材 n 7 7 2 u a は UA2465 便としてシカゴオヘア空港を中部標準時9時37分に出発し、デンバーに中部標準時10時50分に到着した。なお、ボーイングは2013年に P&WPW4000 シリーズを搭載した B777 の生産を停止し、他のエンジンを推奨している。ボーイング777は長距離、ワイドボディ、ツインエンジンの航空機であり、事故による致死率は比較的低かった。また、オリジナルの B777 から200に搭載された PW4000 から112は、 エンジンだけで B737 とほぼ同じ幅であった。ユナイテッドの B777 から222で使用されている PW4077 派製品は名目上77000リッター BF のファンセクションを備えた777専用エンジンに再設計された。PW4000 から12ファンブレードはチタン合金製のワイドコード翼型で ブレード先端の長さは約40.5イン。PW4000 から112ファンブレードの重量は最大34.85ポンズ。アメリカ連邦航空局は、フラットホイットニー社の PW4000 シリーズエンジンを搭載していたアメリカの航空機運用者に対し、さらなる飛行の前に、これらのエンジンのファンブレードを検査することを要求する緊急対空性指令を発行した。 この件を含め、いくつかの国家航空当局によって、同エンジンを搭載した機体は、極めて迅速に飛行停止となった。2021年2月21日現在、アメリカ国間輸安全委員会はこのエンジン事故を調査している。UAL-1175 の BW-4077 ファンブレード根源部破ンズ2018年2月13日。 サンフランシスコ発の UA 線175便で同様のエンジントラブルが発生し、目的地のホノルルから120マイル離れた場所でエンジンカウルが失われた同期は最終的に修理され運用に復帰した。今回の事故機と同型の機種であるボーイング777から200であった。この便でも死傷者は出なかった。同期は最終的に修理され運用に戻った。 NTSB はエンジン内部のファンブレードが2010年以降ゆっくりと電波していた既存の金属疲労亀裂から破損し故障につながったと判断した。調査では P&W の熱音響画像検査プロセスの訓練が不足していたため以前の2回の検査で亀裂を特定できなかったが、これは P&W の失敗であるとされた。 部品特定と検査結果の評価の誤りにより、亀裂のあるブレードがサービスに戻され、これが最終的に破損した。ウォールストリートジャーナルがレビューした文書によると、ボーイングはその事件の結果として、交換用ファンカウルの再設計に取り組んでいた。ファンブレードの破損を起こした、JAL の J89782020 年12月4日、 那覇空港発羽田駅日本航空904便で運航されていた B777 から200型機も同様のファンブレードアウト故障を起こし離陸6分後高度16000フィートでファンカウルの部分的な喪失を起こした当該機は怪我人なく那覇空港に安全に戻ったが JTSB は重大インシデントと位置づけ調査に着手した JTSB は後に ユナイテッドの二つの事件と同様に、今回の機のエンジンにも二つのファンブレードの破断を確認した。うち一つは、金属疲労破壊であった。ジャル保有の777から200のうち、2003年の経営統合に伴い継承したジャスの -289 は、ジャル自社発注分の -246 に搭載されている PW4077 より、力が 少し低い PW4074 を搭載しており、水力は74000リッター BF であった。PW4077 のシタンブレードファンセクションとコンテインメントリングが見える。サンフランシスコ国際空港の UA 整備旨にて、UA328 便の事故と同じ2021年2月20日。 ロングテールアビエーションの貨物回収機ボーイング747から412バイト CF 型機がオランダのマウストリヒト空港を出発した直後にエンジン故障に遭遇した。この故障はエンジンの回転部品がエンジンケースを貫通して脱落するものであった。故障発生後にリエージ空港に安全に着陸することができたが落下したエンジンの破片により2名が負傷した。 この B747 から400バイト CF は PW4000 シリーズの初期バージョン PW4056 を搭載していた。UA328 便の損傷した羽根、ボディ、フェアリング航空機事故であるため、主にアメリカ国家運輸安全委員会が事件を調査した。デンバー地域に住む上級調査員は、すぐに最初の対応者と状況を及び調査を調整した。 加えて NTSB のデンバー地域事務所からの他の3人の調査員が支援している。NTSB は最初の検査でエンジンの吸気口とカウリングが分離し、2つのファンブレードが破損していることに気づいた。特に1つのブレードの一部が封じ込めリングに埋め込まれていた。さらにファンブレードの残りの部分は先端と前縁に損傷を示していた。 破損したブレードは取り外され、プライベートジェットによって、コネチカット州ハートフォードにあるプラットホイットニーの研究所に運ばれ、さらなる調査が行われた。2021年2月22日、NTSB のロバート・サムウォルト議長は、予備評価によると、ファンブレードの損傷は、金属疲労と一致していると発表した。この声明に限って言えば、 今回の UA328 便での故障が2018年2月の UA1175 及び2020年12月の JAL904 でのファンブレードの金属疲労に起因する他の故障と一致するかどうかは不明であるとしている。同時に私たちの厳密な定義に従って言えば封じ込めリングには部品が飛び出している時に部品が含まれていたためこの事件を封じ込められていない。 エンジンの故障とはみなさなかったと述べた。さらに NTSB は、エンジンへの燃料供給が停止されたという兆候にも、かかわらず、カウリングが航空機から分離した理由と、火災が発生した理由を調査するとした。現地時間13時41分、コロラド州、ブルームフィールド警察署はツイッターに次のように、投稿した、ブルームフィールド上空を飛行する飛行機に、エンジントラブルが発生し、 午後1時8分頃に、いくつかの地域で瓦礫を落としたという報告を受けました。続いて、航空機が無事に着陸し、負傷者が報告されていないことを知らせるためにスレッドを更新し続けた。同警察署はまた、報告された瓦礫を示す写真をいくつか投稿し、それに触れたり動かしたりしないように、そして発見した時には番号に報告する、よう一般市民に求めた。 数個の瓦礫が積み重なったブルームフィールドコモンズパークで即席に開かれた記者会見で警察当局の広報担当官レイチル・ウェルテ氏は大衆からの大量の電話にも関して次のように述べているこの時間帯にこの公園で負傷者が出なかったことは私たちにとって非常に幸運なことです2月23日プラットホイットニー社は 同社が連邦捜査機関と協力し、PW4000 エンジンの検査間隔の改定をサポートするために規制当局及びオペレーターと調整しているという声明を発表した。アメリカ連邦航空局は、PW4000 エンジンを搭載した B777 型機の検査を強化するよう命じた。事故翌日の2月22日、日本の国土交通省は、 日本航空と全日本空輸が運航するボーイング777型機のうち PW4000 エンジンを搭載した32機の運航停止を命じた。イギリス現地時間遅くにはイギリス民間航空局が PW4000 から112エンジンを搭載した B777 のイギリスへ空域への侵入を禁止した。なお、同国のフラッグキャリアである ブリティッシュエアウェイズは同系機を運用していない。2月24日、アメリカ連邦航空局は他国機関の対応に続き緊急対空制指令を発行した。これは B777 に限らず特定の P&WPW4000 エンジンを搭載した米国オペレーターが運用する航空機に対し、さらなる飛行の前にこれらのエンジンのすべてのファンブレードを 熱音響イメージングで検査し、ユナイテッド航空が運用する機体については、運用停止のままとする。業界のオブザーバーは、FAA が事件からわずか3日後に移動を発行したという異常な迅速さについて、この新たに発見された、緊急性はボーイング 737MAX における飛行トラブルに起因すると推測している。 ユナイテッド航空は該当するすべての航空機を運用から先制的に外した。ボーイングは PW4000 から112エンジンを搭載した B777 合計128機すべての世界的な運用停止を推奨した。それだけでなく FAA の運航停止措置についても指示している。2月22日時点で 運輸省のカナダ運輸大臣マークガルノーは B777 のカナダ空域への侵入禁止を検討している。カナダ国内には PW4000 エンジンを搭載した B777 はないが予防措置が検討されている。4月5日、日本航空は運航停止中のボーイング777全13機を退役させたことを明らかにした。 新型コロナウイルスの影響も重なり運行再開が見込めないための措置である。ありがとうございます。